アレックス・デミノーは、オーストラリア・シドニー出身の男子プロテニス選手。身長183センチメートル、体重69キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ATP ツアーでシングルス4勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス18位。ダブルスでは58位。 ネクストジェネレーションツアー ATP ファイナルズでは2018年と2019年連続準優勝。スペイン語読みはデミニャウルに近い。デミノールやデミナーなどの表記揺れが見られる。スペイン人の母親とウルグアイ人の父親のもと、1999年にオーストラリアのシドニーに生まれた。弟が一人、妹が二人いる。5歳までをオーストラリアで過ごし、 その後スペインのアリカンテに移ったが2012年にオーストラリアに戻った。なお両親は2016年にスペインに戻っている。デミノは英語、スペイン語、フランス語を話すことができる。青年期までの大半をスペインで過ごしたがオーストラリアに強いつながりを感じていると述べている。2017年にはオーストラリアのシドニーモーニングヘラルドが身に対して 僕はスペインに住んでいたが、常にオーストラリア人だと感じていた。僕らがここに戻ったらすぐにやりたかったことがあるんだ。オーストラリアのためにプレーすること。2015年、全米オープンジュニアシングルス ITF 世界、ジュニアランキングでは最高で2位となった。2015年7月に、スペインの会22フューチャーズでプロデビューし、その大会で準々決勝に進んだ。 2016年全豪オープン男子シングルス予選にはワイルドカードで出場したが予選1回戦で敗れた。ジュニア男子ダブルスではブレイクエリスと組んで出場して優勝した。2016年シーズンの大半はスペイン国内の ITF 男子サーキット大会に出場し2大会で決勝に進出した。2016年10月にはエッケンタールのチャレンジャーツアーを 予選から勝ち上がり、ATP チャレンジャーツアーで初めて決勝に出場した。2017年はまず、ブリスベン国際に出場し、予選でミハイル・ククシュキンとフランシスティア4を破って、ATP ツアーで初めて本戦に出場したが、1回戦でミーシャ・ズベレフに敗れた。翌週にはシドニー国際に出場し、1回戦で世界46位のブノワ・ペールを破って、 ATP ツアーで初めて勝利した。2回戦のアンドレイクズ・ネツフ戦は途中棄権した。2017年全豪オープンではワイルドカードで初めてグランドスラムの本戦に出場した。1回戦ではフルセットの末にジェラルド・メルツァーに勝利し、2回戦ではサムクエリーに敗れた。2月にはローンセストン・チャレンジャーに出場し、1回戦では 1> 第1シードのソエダ号を破って2回戦に進出した。3月には BNP パリバオープンの予選3回戦で敗れ、チャレンジャーツアーに戻った。5月の2017年全仏オープンではワイルドカードで出場し、1回戦でロビン・ハーセにスレートで敗れた。6月にはノッティンガムオープンとイルクレイチャレンジャーに出場したが、それぞれ1回戦で敗れた。 2017年ウィンブルドン選手権では予選2回戦で敗れた。7月にはポルトガルの F11 フューチャーズで優勝しカスティーリアイレオンチャレンジャーで決勝に進出した。2017年全米オープンのワイルドカードを得たが1回戦でドミニクティームに敗れた。9月から11月にはヨーロッパのいくつかのチャレンジャー大会に出場し2大会で準々決勝に進出した。 12月には、翌年の全豪オープンのワイルドカードを手に入れた。2017年末を世界ランキング208位で終えた。2018年初頭のブリスベン国際でワールドカードを手にし、1回戦でスティーブ・ジョンソンを破ると、2回戦では世界24位のミロシュラ・オニッチをストレートで破る金星を挙げた。準々決勝では予選から勝ち上がったマイケルモーに勝利し、 準決勝で、ライアン・ハリソンに敗れた。2009年に始まったブリスベン国際の歴史において、最も低ランクかつ最も若くして、ベスト4となった選手である。続く、シドニー国際では、フェルナンド・ベルダスコ、ダミル・ジムール、フェリシアーノ・ロペスを立て続けに破り、ATP ツアーで2週連続2度目の準決勝に、進出した。2005年のラファエル・ナダル以降では、 二連続で ATP ツアーの準決勝に進出した最も若い選手である。準決勝ではブノアペールを下し、決勝でダニール・メドベージェフに敗れた。全豪オープンでは1回戦で第19シードのトマーシュベルディハに敗れた。2018年2月のドイツ代表戦において18歳でオーストラリア代表としてデビスカップデビューした。五番手で 世界5位のアレクサンダー・ズベレフと対戦し、フルセットの末に敗れた。3月の BNP パリバオープンでは1回戦に勝利したが、優勝することになるフアン・マルティンデル・ポトローニ2回戦で敗れた。マイアミオープンでは予選を突破したが、1回戦で西岡義人に敗れた。4月には、地元アリカンテでの JC ・フェレーロチャレンジャーで、チャレンジャーツアー3度目の決勝に進出した。 全仏オープンにはワイルドカードで出場したが、1回戦で第16シードのカイルエドマンドに敗れた。その後にはチャレンジャーツアーで2大会続けて決勝に進出したが、それぞれジェレミー・シャルディとダニエル・エバンスに敗れた。ウィンブルドン選手権では1回戦でマルコ・チェッキナーとに2回戦でピエール・ユーグエル・ベールに勝利したが、3回戦で第1シードのラファエル・ナダルに敗れた。 8月のシティオープンでは、バセク・ポシュピシル、第11シードのスティーブ・ジョンソン、低減に勝利。準々決勝では、アンディ・マリーの危険によって、準決勝に進出し、準決勝では、アンドレール・ルブレフに勝って、ATP500 シリーズで、初めて決勝に進出した。決勝では、第1シードのアレクサンダー・ズベレフに敗れたが、世界ランキングをトップ52まで引き上げた。 全米オープンは3回戦で敗退した。年始のブリスベン国際では準々決勝まで進んだ。続くシドニー国際準決勝でジルシモンを下して決勝に進出すると決勝ではアンドレアス・セッピを7から5、7から6で破ってツアー初優勝を果たした。全豪オープンは3回戦でラファエル・ナダルに敗れた。その後は怪我の影響もあり、クレイコートシーズンと 芝コートシーズンは3勝7敗と苦しんだ。それでも7月のアトランタテニス選手権では決勝でテーラー・フリッツを6から3、7から6で下して2勝目を挙げた。この大会では一度も相手にブレークポイントを与えない完璧な試合運びを続けた3人目の選手となった。全米オープンでは西コリケの初対決を制するなど自身初めて グランドスラムでのベスト16にコマを進めている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。